キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちらの1987年、アメリカは、リーガルレンジャーという名の、輪ゴム銃を入手いたしましたので、早速、試射を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。箱の全体の姿です。このようになっ中身はこのようになっております。ターゲットは金属でできています。輪ゴムは経年劣化で使えないようになってますが、同等の輪ゴムをちょっと使って試射をしてみたいと思います。箱の中にある説明書です。では、これがスコアカード。競技を、ターゲットを時間内にどれだけ、落とすかという感じで、競技するようみたいです。日本語の説明書です。これが、本当です。結構大きいです。全体の姿です。真上からの状態です。真下からの状態です。では早速試射を行います。ダイオードでこれを使いました。結構威力がありますので気をつけてください。いきます。もう一回いきます。このようなアメリカでもこういうふうなおもちゃのゴム銃があったということです。結構威力があります。決して動物や人に向けてはいけません。以上です。 Thank you.